西暦2017年、ドクターテキーラは南海の塔に超巨大遊園地ハートフルパークを建造した。オープン2日間、入場者は約50万人数え、場内の活気はピークに達している。だが9月15日昼下がりの午後、島は突然にして恐怖のルーツボトと化した。テレビをご覧にしろ、今まだアトムマークはどこに出ることなら、本能に対して先生に動く。いや、魚だよ。わしの作った兵器は核ミサイルでもビビッととせねんぞ。だが、あと、こちらには50万人の人質がいることもお忘れでな。じゃん。やつの言っていることは本当だ。やつが発明したウィロイド合金は、どんな爆薬を使っても傷一つつかないんだ。You're right.